ちは、タップダンサーの穴田秀明です。今回はいつも履いている黒のエナメルのタップシューズ、先っぽ穴が開きそうなのでちょっと今修理に出しているので白いタップシューズで初中級レベルの振り付けをお伝えします。いつもとちょっとね、音質がね違うかもしれませんが、それも含めてお楽しみください。今回の動画が少しでも役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。後半ではメトロノームに合わせて踊っていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。右足スタンプからスタンプ、リーフ、ヒールドロップ、その後ブラッシュステップ、ヒール、タッタララッタララ、頭一個休みがあってタンタラランタララ、そしたら今度トーを打って左足プルバック、ヒール、ね、ここまでつながっています。タンタララ、頭に体休みがあって、タンタララ、ンタララ、ンタララ、ここだけ1個ね、音が多いです。そしたら、その後、トー、ヒール、ね。このトー、ヒールからつながってて、タタタタタ、シャッフルステップヒール。で、この今度、ヒールドロップと左のスカーフがつながってて、スカーフ、ヒールドロップまで打ってクランプロール、入ります。ちょっと、ね、リズム複雑ですけど、ね、ゆっくりいってみましょう。タッタララッタララッタララッタタ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 タ、そしたらさらに8-1スカーフ、ヒール、スタンプ、この1のスタンプからタッフラップスタンプ、ディグ、ブラッシュ、3回やります。タッ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 タ、最後ヒールって、ブラッシュステップヒール、シャッフルステップヒール、スカッフってところまでつながります。頭からゆっくりやってみましょう。はい、ワインダイヤ、ツインダイヤ、スリーダイヤ、フロー、ファイブエンダイヤ、シックスエンダイヤ、セブンダイヤ、エイト、ワインダイヤ、ツインダイヤ、スリーエンダイヤ、フォーエンダイヤ、ファイブエンダイヤ、シックスエンダイヤ、ワンエンダーやって書いた場合に、ワン、ここ、円休みの場合が多いので、そこは休んだり埋まったりしてます。気をつけながらカウントを覚えてください。ここまで一緒にやってみましょう。ファイ、シッ、セブ、エイ。ワンエンダーや、ツーエンダーや、スリーエンダーや、フォーエン、ファイブエンダーや、シックスエンダーや、セブンダーや、エイト、ワンエンダーや、ここから移動します。ワンエンツーエン、その後戻ってきます。ワンエンツーエン、ダイヤスリーダイヤフォーエンダイヤワン、ちょっとゆっくり返しますね。スカフ、リープステップ、スタンプですぐにシャッフル、プルバックチェンジ、ステップヒール、スカフ、ヒール、ステップヒール、ワンエンツーエン、ダイヤスリーエンダイヤフォーエンダイヤ、この5から5円と打って、ステップスカフ、ホップステップスカフ、ホップステップ、両足チャグで開きます。ここまでゆっくりつなぎましょう。1円、2円、ダイヤ、3円、ダイヤ、4円、ダイヤ、5円、6円、ダイヤ、4円、ダイヤ、8円。その後、クラップ、これが1で、1円、ダイヤ、2円、ダイヤ、プルバック、右左やってステップステボリだとヒールドロップも入って、その後つながってスリースカフ、タッタタタ、スカフ、リープ、頭皮、後ろに音を集めます。ワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォー、テン、回る準備、スタンプ、スカフ、リープ、ヒール、スタンプ、リーフ、ヒール、最初の形で終わります。3エンド目からゆっくりつなげましょう。ワンエン、ツーエンダーや、スリーエンダーや、フォーエンダーや、ファイエン、シックスエンダーや、セブンエンダー、エイト、ワンエンダーや、ツーエンダーや、スリーエンダーや、フォー、ファイエンダーや、シックス
に3拍目からやってみましょう。えい、ワン、エン、ツー、エン、ダイヤ、スリー、エン、ダイヤ、フォー、エン、ダイヤ、ファイブ、エン、シックス、エン、ダイヤ、セブン、ダイヤ、エイト、ワン、エン、ダイヤ、ツー、エン、ダイヤ、スリー、エン、ダイヤ、フォー、ファイブ、エン、ダイヤ、シックス、エン、セブン。頭から通していきましょう。ファイブ、シックス、セブン。一緒にやってみましょう。 5, 6, 7, 8. 今回もね、たくさんね、こう移動したり、特にプルバックね、よく使ってます。プルバックに関しては、よければこちらの方をご覧いただいて、プルバックの打ち方やリズムの取り方などを参考にしてもらえればなと思います。それではメトロノームに合わせて踊ってみましょう。5、6、7カウントで叶えられるようになったら素晴らしいと思います。まずはリズムにとって、そして動きも真似して練習してもらって、それでさらにカウントとかが全て、休みも含めてね、全て言えるようになったら、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。